はいどうもゆうきです。パワポケ静止実況 R、 今回も初期能力縛りでやっていきたいんですけど、前回、はい、ノリカと付き合うことができました。ありがとうございます。大変嬉しく思います。本当に大変嬉しく思います。嬉しくないです。あと大丈夫博士の実験失敗してパワーゼロになりました。やばいです。ただでさえ能力上げないっていう縛りの中、パワーゼロ、守備 G、 センス×、怪我×、非常にやばくなってまいりましたが、頑張っていきましょう。ただそれでも練習はしなければならない。なぜなら世間評価を上げないとドラフト選ばれないから。よし、2回戦だ。今日の相手の白鳥学園は昔は甲子園の常連だったらしいですよ。じゃあ今は大したことないんだ。メラメラメラ。殺す。あれ誰？多分白鳥学園のキャプテンじゃないでやんすか。んー、まあいいや。よーし、頑張るぞ。あれ？靴の紐が切れた。なんだか不吉でやんすね。そして、8回裏4対3。白鳥学園のリード。どうなってるんだよ。相手はそんなに強くはないだろ。なんか変だな。妙にイレギュラーとかエラーが多いぞ。だが、この程度のことでへこたれるような極悪高校野球部じゃないぞ。まあね、ビルが崩壊しても戦ってるような人たちですからね。地方大会2回戦、極悪高校大師白鳥学園行きましょう。怖い。不吉なチーム、非常に怖いんですけど。4-3、ここ勝ちたいんだよね。ちょっと待って、敵の能力見ていい？スライダーさん、シンカーさん、オッケー。ああ、はいはいはい、そんな感じか。ボブなら打てるんじゃない？ああ、やべ。スローボールか。ちょ、落ち着け。おう、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 ちょっと待って、待って、待って。ストレート。ああ！くそー、飛ばん。ちょ、亀田、亀田くん頼む。よく見ていこう。よく見ていこう。ここ！あ、え、でい！ちょっと待て。白鳥学園に負けるか？あ、これスローボールだったわ。よく見ろ。いける。よし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 、ナイスナイス。これ誰だ、これ、これだ。あ、水原くんか。さすがだな、水原くん。文武両道ですよ。これで続け。よっけ、お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 っけ。村山くん、いける。水原くん、おっけ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 。とりあえず4対4に持ってきた。いいよ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 。ピッチャー武田か。武田は、武田はちょっと打たれそうで怖いけど、いける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 。オッケー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 。村山くん1、え、村山くん1、3塁。ここでここで銀銀銀頼むぜ。未来の弟よ。じゃあここで1点取っちゃいたいな。いや、ここで取っちゃいたいよね。いや、弟、お姉ちゃんは幸せにするかは微妙だけど頼むよ。じゃあやってくれ。あー、ぐー、銀銀よ。そこは頼みたかった、銀よ。くそ。まあでも、まあでも同点になったから、同点になったからいい。同点、うん、それでいいことにしよう。 OK、 まずワンアウト。くそ、でも打ててればな。ここで決められたのに。いやいや、点取られないように武田でなんとか気をつけな。やっぱナイス、銀。気をつけながら銀、さっきの取り戻してくれたのかな。1点取ればいいから。9回裏で1点取ったらもう終わりだから。そのためにはここをなんとか最後、しっかりと抑えていって。あー、これはきついな。外野金銀なの。レフトパール？レフトパルか？パルか勇気か、どっちかだな。おっとっと、あ、でもこれワンチャン亀田なら？ナイス！亀田結構肩がいいですね。さあ、7、8、9番。やばいな、勇気最弱になっちゃったからな。パワーゼロになっちゃったからな。打てるかな、打てるかなっていうか、当てたところで飛ぶかなっていう問題があるんですけど、今代打送る？いいよ、勇気で。っていうか、パル、走力と肩 A だったね。めっちゃ強いじゃん。能力上がりまくってんね。おっと、あ、外野前進してきてた。マジか。マジか。あ、いいよ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 。抜けろ抜けろ。オッケーオッケーオッケー。お前の足ならいける、二塁。よし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 。オッケー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 。まあね、ここでゆきくんですよ。見ててくださいよ。彼ならね。え、彼やってくれた？彼やってくれた？パワーゼロでやってくれた彼。え、キャプテン、さすがだな。オッ
けえ、ナイス、勇気、仕事した。勝った、勝ったぞ、勝ったでやんす。おいら野球が上手くなった気がするでやんす。大変っす。ボールの握りを変えたら投げたボールが変に飛ぶっす。ここで武田くん変化球覚えるんすよ、試合勝つと。なんでこれめっちゃ勝ってほしかったんですけど、よかったよかった。それは変化球じゃないか？それは男らしくないんじゃないっすか？そんなことはないよ。じゃあこれからは試合で使ってみるっす。オッケー、めっちゃ助かる。ここ勝てたのでかい。白鳥学園のキャプテンが試合が終わってすぐに倒れたらしいですよ。なんで？さあ。でも、上ごとで呪いが失敗したとか言ってたらしいです。そういうことするからだよ。呪い返しだよ。オッケーオッケーオッケー。大東亜学園キャプテン、鋼剛。決勝進出おめでとう。はっ。決勝の相手は極悪高校だ。奴らの弱みは握ってある。奴らがよその学校にしていたことをばらせば確実に、野球部なくなっちゃうかも。お待ちください。ん？極悪高校ごとき、実力で粉砕してご覧に入れます。さすがは鋼さん、かっこいい。それに、スキャンダルの暴露は万が一試合に負けた後でも OK ですよ。おほう、それもそうだな。甲子園出場を決める大事な試合の価値をわざわざ下げる必要もないか。ほっ。でもこうなったら、ね、勝ったらやばいからね。彼女と祝うか。ふふふ、ゆきくんですか？早速今から遊びに行くです。どこに行くです？行きたくねー。巻き込むか、亀田。巻き込むか。そして、バキ。あ、オイラのガンダ。あ、オイラのメキメキ。あ、オイラのおやつ。あ、オイラの CD。二度と来るな、ディアンス。結構楽しかったです。最低だな。亀田くんには悪いことしたな。ごめんよ。13下がったはきつい。行かなきゃよかった。もう二度と行かね。よし、今日の試合に勝てば甲子園だ。いよいよですね。あれ？弁当が並んでるでやんすね。うまそうだな。ガイドさんの差し入れかな。お、うまいでやんす。僕たちもいただくんだな。おい、応援に来たで。ん？なんやお前ら。試合前にそんなん食って大丈夫か？え？ガイド先輩が持ってきたんじゃないんですか？お前ら、食べるのやめろ。え？あれ？しびれ薬入り弁当？卑怯だわ。相手の学校に抗議してくる。まあ、こっちもいっぱいやったからね、そういうこと。でも証拠もないし。おい、極悪高校のキャプテンはお前か？ああ、そうだけど。どうもそちらの選手は体調が悪そうだな。ちょっと悪いものを食べたんでね、嫌味。では試合を延期するか？え？試合の結果を体の具合のせいにされたくはないからな。鋼じゃないからね、犯人。正々堂々正面から叩き潰してやろう。どうやらしびれ薬はこいつらじゃなさそうだ。いや、そんな気遣いはいいよ。でも叩き潰されるのはそっちの方だぞ。ははそんな口が聞けるのなら心配なさそうだな。実は立ってるだけで精一杯なんだけどね。うえ、やる気もやばい。主人公絶望的だな。決勝大会、地方大会決勝戦、極悪高校対大東亜学園。さあ、勝てるのかどうかですね。でもパワーゼロでやる気ゼフ調の状態はまずいでしょ。ピッチャー交代はしないよね。まあそうだわな。まあそうだわな。変えないわな。ゴー鬼塚さんがいますね。まあ行きましょう。こっちは全員ゼフ調です。お、ナイス。取られたこと、いや、無理だな。一塁ストップだ、これは。ちょっと走りたかったけど。いや、でも確実に1点取りに行こう。まずこの回。オッケー。すげえな、ゼフ長でよくここまで飛ぶな、この人たち。さすがだね、極悪高校。で、武田くんか。ピッチャー武田くんってことか、じゃあ。あ、いい、オッケー。さすが極悪高校。これでカメラね。いいよ。とりあえず同点。いや、このままこの回逆転しちゃいたいな。いけるのでは？ただ、大東亜は強いんで、オッケー、いける。逆転できたとしてもなるべく打って、あ、やべえ、ちょっと待って、暴走した。しくったな、走んなきゃよかった。まあまあまあ、でも逆転はできたからね、とりあえず。いける。すげえ悩んじゃったけど。オッケー。肩いいね。ちょっとあんま走れないな。よし、鋼下ろした。マジか。オッケー、いいよ。え、めっちゃいいよ。ここ。落ちなかった。くそ。まあでも逆転はできた。
あとは武田がどこまで抑えきれるか。ただ今の武田にはスプリットがある。これをうまく使っていって、いいよいいよいいよ、ストレートとスプリットの球速ほぼ変わんないっていうね。なんならスプリットの方が速いっていうね。じゃあストレート気合い入れてないだけですけど、力入れたら145ぐらい出るね。でもストレートとスプリット同じぐらいだったらこっちの方が迷うんじゃないのか。いいよいいよいいよ。あーちょっと待って、コントロールが効いてないな。あんまり隅っこ狙うのやめるか。今のもかなり余裕持たせて投げたら結構隅っこになったからな。オッケー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 、いいよ。やっぱ変化球を覚えた武田強いわ。でもなんかわかんないけど武田めっちゃ選ばれるんですよね。なんか三鷹くんとかほぼ登板できなくて、武田が半分以上登板するみたいな感じなんですよ、うちのチーム。まあ、なんで武田くん強くなると非常に助かるっていう。あ、よし、ナイスボブ。オーケーボブ。よし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 。できればこの回、向こうピッチャーもいないじゃん。いいよ。できればこの回もう1、2点入れて、安心していきたいところですよね。ただ勇気はいかんせんやばい、能力がなさすぎる状態。彼が打てるのかどうかって話なんですけど。おりお、すごい、キャプテン。え、勇気、勇気、あ、ちょっと待って、普通にしくった。勇気パワーゼロでもなんとかなって、ボブは足速いからこれ内野安打決め込めるんじゃね。オッケー、ナイス。よし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 、いいよいいよいいよ。よし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 、あー、やー、ノー、くそくそ、今もったいないことしたな。うわー、今いい感じかってちょっと思ったんだけど、マジでもったいね。いや、もったいね、今の。くっそ、村上くん、ちょっと打ってほしい、ここは。今の恨み、晴らさで置くべきかって感じですよ。ちょっと待って、ど真ん中、嫉妬。オッケー、これも落ちたっしょ。よしよしよし、1点追加いけるね、これなら。オッケーオッケーオッケー、2対4。ホームラン打たれたら怖いから、ここ追加は助かる。これもいける。よし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 。オッケーオッケーオッケー、いけるか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 、いけいけいけ、オッケー、ナイスナイスナイス。よしよし、2対6、いよいよ。ここで亀田はしっかり見つつ、あー取られたか。まあでも4点差あったらこれならいけるんじゃない。オッケー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 、落ち着いてけ。いよいよいよ、まず1人、一切振ってこなかった。あと2人、しかも鋼がもういないからね、下ろされたからって考えるとやりやすいね。これで2人、あと1人、ラストは鬼塚英吉さん、もしくは郷鬼塚さん。ちょ、コントロールが効かん、やばい、名前にビビってんのか、怖いからの名前鬼塚は。ちょ待って、入らない、マジで入らない。別にそんなに隅っこ狙ってないのに入んない。コントロール乱れすぎでは。おい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 、流れを変えるのよくない、流れ変える、ダメね。9番、ここの9番でなんとか終わらせたい。いいよいいよ、これでフィニッシュよ。入んなかった、普通に入らんかった、入らんかったけど、振ってきたけど、やばいんじゃないのこれは。ちょっと待って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 、流れ変わってないか。ナイス。今のダメなの、今のダメなの、やばい。ちょっと待って、流れが変わってる、聞いてないよこの話。ちょっと待って、やばい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 、フォアボールから流れが変わった。落ち着け、ホームラン打たれたらまずいぞ。いやでも落ち着け、ランナーはもういないものと見て、バッターだけ、ここだけしっかり抑えたら勝てるんだから。よいしょ、怖かった、最後だけ勝った、勝ったぞ、これで甲子園だ。なんだか信じられないでやんす。何するんでやんす。いやー、現実かどうか確かめようと思って。確かに夢じゃないようでやんすね。オッケーオッケーオッケー、まさかの全部勝てた。大変だわ、痺れ薬の量が少なかったのかしら。この試合に勝っちゃったら野球部なくなっちゃうんだよ。ゆうきくん、なんとかしなきゃ。そんなこと言われても。
鋼め、大きなことを言っておきながらあっさり極悪高校に負けよって、こうなったら極悪野球部のスキャンダルを公表し野球部を潰してやれ。そうなれば代わりに大東亜学園が甲子園に出られるからな。お待ちください、まだ極悪高校には利用価値があります。私にお任せくだされば甲子園出場は辞退させます。お？よかろう96号、やってみせよ。おめでとう陽子先生、これも君の指導の賜物じゃな。ありがとうございます。甲子園出場となればいろいろ物入りじゃろう。とりあえずハンドボール部の予算を削って教頭様。校長、それはあんまりじゃありませんか。ん？君まだいたのかね。キー、その夜ピチー、こうなったら野球部を潰すどころか私の方が危ないじゃない。教頭先生こんばんは。ん？何よ、あんた野球部の取り巻きじゃない、私を笑いに来たの。違いますよ、それに野球部のそばにいるから野球部の味方とは限らないんですよ。ん？翌日、極悪高校生の実態調査レポート。 なんじゃこの内容は。わけあって全部はお見せできませんけど、よくできてるでしょう。教頭先生、こんなものを発表したらこの学校が潰れてしまう。のほほ。ではさっき私の言った条件飲んでいただきましょうか。校長脅されてる。そして、え、陽子先生、よく聞こえなかったんですけど、甲子園出場は辞退よ。だいぶ辛いよねこれ。これが今日の新聞です。どれどれ。これまで極悪高校はあまり評判の良くない学校だった。甲子園出場を辞退することで新しく真面目な学校として再出発する決意を表明した。別に甲子園出場を辞退するイコール新しく真面目な学校ではないでしょこれ。マスコミ受けのするくだらんコマーシャルだ。いやでかしたぞ96号。はい、いやーこれもう激怒よ。クソ、教頭のやつやりやがったな。ねじ込んでやれ。ダメよガイド君。それに教頭先生もこれを最後に野球部に対して無理は言わないって言ってるし。せやけどな。ねえガイドさん、俺たち来年も地区で優勝しますよ。一度やれたんだからもう一度やれます。おいらたち前の野球部のしがらみから抜けて自由になったでやんす。来年こそおいらたちの力を見せるでやんす。おう、お前らよし、来年の夏に向けて練習だ。逆境丸、私何やってるんだろう。里見こっち側来い。みんなあんなこと言っとったが、わしにはどうしても教頭が許せん。一発殴っちゃる。ん？来たな。気分いいですわ。あのレポート私に言ってくださらない。ダメです。じゃあさよなら。あんもういけんずん。あの女キャプテンとよく一緒におるやつじゃ。疑われちゃってますね。回復しておいて、そしたら世間評価上げるか。え、でも今世間評価何歩ぐらいなんだろう。ちょっと待って。今の評価が、あ、でも割と上がってきてるな。さすがに試合に勝ってるだけはある。怪我罰ついてるからあんま練習も怖いは怖いんだよね。タフさ上げつつ、ん？ここの信号長いな。車も、バカ！バカ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 ！こいつやる気だぞ。車も来てないし、さっさと渡ってしまおう。うわ、車が、あ、よかったよかった、引かれて入院パターンじゃなかった。危なかった。次からもっと気をつけよう。これたまに引かれることあるんですよね。たまにっていうか結構引かれることあるんですよ。いや、よかった。ちょっと待って、ちょっと神社でお祓いしとこう。今日も練習していくか。さてどのくらい。あ、でも体力そんなないからな、普通にしとこう。うん、いい汗かいたな。え、なんでいるの、マイハーニー。今日はいい天気だね。ふふん、なんでカメラいんの？キャープテン、デートでやんすか？うるせえ。したくてしてるわけじゃねえ。静止だから仕方ねえんだ。カメラくん、なんだい？え？オイラでやんすか？オイラもデートでやんす。え？誰と？はーい。あたしよ。出たー。静止これなんだよなー。これなんだよ。主人公がノリカと付き合って、さとみちゃんは主人公のこと気になってたんですけど、あの妨害工作の後のイベントとかで、あののりかさんと付き合ってしまったからっていうので若干やけくそな感じで亀田くんと付き合っちゃうんだよね。あ、さとみ、え、なんで。なんだっていいじゃない。そうでやんす、おいらとさとみちゃんはラブラブでやんす。そういうこと。じゃあね。あなたには私がいてるです。殴るな。はい。俺は幸せなのか。幸せなのか。野球部はいい感じだけどプライベートやばいぞ。あ、いや君の声が聞きたくなる。私のこと好き。え、うん、好きだよ。これあったな、このイベント。もう見たな。もう、おい、お笑い。ゆうきくん、
三角関数のことを教えてもらいたいんだな。やだよ、もうお姉ちゃんも面倒見て、お前らも面倒見て。なんだいきなり。だってもうすぐミニテストなんだな。あ、そうか。僕にも勉強教えてほしいんだな。あ、銀次くんも？僕もなんだな。わ、パルオまで。今から君の家で勉強なんだな。え、うちに来るのかい？行くんだな。そして、あ、ゲームキューブが置いてあるんだな。時代だな。うちにはゲームなんか全然ないんだな。今もキューブのゲーム僕実況したりしてますけど、ちっちゃい頃買ったのそのまま使ってますね。昔の任天堂のハードって壊れないんですよ。だから今からゲームキューブで遊ぶんだな。でもお腹がものすごく減ったんだな。君たち勉強するために来たんじゃないのか？僕たち勉強嫌いなんだな。じゃあ来んじゃねえよ。何しに来たんだか。本当だよ。でも仲間評価上がったな。ん？おはよう。あれ？今日もアスカは休みか。アスカ大丈夫か？もう3日になるな。見舞いにでも行こうかな。見舞い行っとこう。よし、今日は練習は休んでアスカのところへ行こう。そして、アスカ、アスカ、病気なんだよ。体調悪いんだよ。持病持ちなんだよ。で、私服姿だとさ、肌が真っ白になるんだよね。ここが余計哀愁漂うというか心配というか。ゆきくん、わざわざ来てくれてありがとう。大丈夫か、アスカ？うん。ゆきくんが来てくれて元気が出たわ。もう大丈夫よ。明日からは学校にも行けると思う。ありがとう、ゆきくん。本当に、嬉しかった。それじゃあそろそろ俺は帰るよ。無理するなよ。うん、ありがとう。練習も頑張ってね。こっちと付き合いてー。こっちと付き合いてー。OK、じゃあ今回ここまでにしておきましょう。ご視聴ありがとうございました。まあでも、試合は勝った。試合は勝った。静止ルートも行ってる。さとみちゃんと亀田のイベントも見れた。でもなんだろう、この辛さは。辛いです。よければチャンネル登録、高評価お願いします。バイバイ。